本校では日本と東トルキスタンの関係について述べる。日本とイグルの関係とも。東トルキスタンは歴史上長らくトゥルク系民族が居住していた地域であり、その起源は紀元前11世紀から紀元前3世紀にかけて中原を支配していた中央朝の記録にある異民族敵まで遡ることができる。ただし6世紀に中央 アジアや中原で大勢力を築いた、チュルク系民族の特決が、ウイグル人と同一民族であるとみなすことはできない。日本が剣闘士を送っていた時代、ウイグル人国家の開骨も東欧朝とヨシミを通じていた。ウイグル人という民族の存在が中原に知られるようになったのは、モンゴル高原からジュンアルボン地東部に勢力を誇った、遊牧国家、開骨によってである。ことに、 モンゴル草原を平定した骨力イラは当時幻想皇帝が統治していた大帝国東王朝に徴降して海人河岸の称号を拝命した。海骨の時代のウイグル人は天体や鳥獣を崇拝する宗教やマニ教を信仰していた。同時代の日本は剣東史を送るなどしてウイグル人の海骨と同様に東王朝との国交を樹立していたが、 当時の日本と海骨の間で直接の交流があったか否かは定かではない。だが、薬病や飢饉、内紛などにより、モンゴル高原を根拠地としていた海骨は急速に弱体化して、ついには八百四十年、特金が殺されて、モンゴル高原における牽制を失った。その後、ウイグル人がどのような辞席をたどったのかはつまびらかでないが、九世紀の半ば以降には、 ウィックル人によるイスラム王朝カラハンアサが西トルキスタンに大勢力を築くに至っていた。イスラムの制度や学問を取り入れたカラハンアサは急速な発展を見せてユースフ・ハース・ハージブによるトゥルク語の長編史、クタドゥグビリグやマフムード・カーシュガリーによる世界最古のアラビア語トゥルク語の辞典 D1 ルガートアイコールトゥルクなどといった普及の名作が誕生した。 1212 12年、映画を誇ったカラハン朝は、ホラズムシャー長により滅ぼされたが、そのわずか7年後の1219年には、世界帝国への道をひた走るモンゴル帝国のチンギスカンにより、ホラズムシャー長もまた滅ぼされている。国を失ったウイグル人は、他のユーラシア諸民族と同じく、モンゴル帝国の支配を受けることになり、 モンゴル帝国が分裂してからも、チャガタイ半国やオイラとのジュンガル本体時国などに支配された。1759年には、満州族の清王朝が、ウイグル人の住む東トルキスタンの地を侵略して、植民地支配を始めた。1864年に一旦、東トルキスタンは独立を取り戻したが、またゾロ1876年に清王朝が侵攻してきて、 1884年11月18日に東トルキスタンはその独立を奪われ、新教授としてハントに組み込まれた。東トルキスタンを支配した軍閥の長森世才、明治大学への留学経験がある。1912年、侵害革命により、清王朝が倒れて、中華民国が成立したが、民主主義を標榜する中華民国の定義する民の中には、 ウイグル人が含まれておらず、東トルキスタンでは、単に支配者が、順部から軍閥に入れ替わっただけに過ぎなかった。1917年から1918年にかけて、後に、新京地区を支配する、肝心軍閥の長となる、聖世祭が、日本の明治大学に留学している。1933年、西部のカシュガルを根拠地として、 東トルキスタン共和国が独立を果たしたが、翌1934年、中華民国の国民政府から新疆省政府主席に任命された森世祭が東トルキスタン共和国を征服して、東トルキスタンに居座って事実上の独立国として、振る舞う軍閥の長となった。1944年9月11日、森瀬祭の牽制を危惧した国民政府は、 農林部長に任命するという名目で森を重慶市に栄転させ、東トルキスタンから追いやった。この隙をついて、同年11月、アリハーアントラを主席とする勢力が、ソビエト連邦の支援を受け、北西部のグルジャを根拠地として、再度の東トルキスタン共和国独立を達成した。ここまでの動きは、日本と国民政府の勢力を、 中国大陸から駆逐しようとする中国共産党や、それを後押しするソビエト連邦共産党の意向に沿ったものであった。1945年8月、日本がポツダム宣言を受諾して降伏。それまで中国大陸各地に駐屯していた日本軍は一斉に引き上げた。1945年9月、東トルキスタン共和国のアリハーアントラ主席が、 ウルムチを取り戻そうと軍を進めたところ、その翌月、国民政府との和平路線に入ったソ連邦のヨシフ・スターリンから停止命令を受けた。あろうことか、トラは命令に逆らって停戦し、それは1946年6月12日に停戦派のアフメトジャンカスイミが交渉を取りまとめて、国民政府と和平するまで続いた。トラがスターリンの命令に逆らったことは、 致命的な失態となり、彼は6月18日に KGB によって拉致されて、タシュケントで軟禁、そのまま30年後に同地で生涯を終えることになる。失脚したアリハアントラに代わって、アフメトジャン・カスイミが東トルキスタン主席の座を継いだが、1949年8月27日、カスイミ主席ほか10名の政権幹部が登場した飛行機が、 ソ連法領内で突如、消息を絶った。この謎の飛行機事故により、指導層を一挙に失った、ウイグル人勢力の隙をつく形で、人民解放軍が東トルキスタンに侵攻。この地に、未だ残存していた、国民政府を含む反共産党勢力を一掃し、東トルキスタンを中華人民共和国の半島として併合した。国民政府は、 東トルキスタンだけでなく、重慶市や南京市といった主要都市においてさえ、人民解放軍の進撃を食い止めることができずに、敗走を続け、ついに1949年12月、台湾の台北市を臨時首都として、大陸を放棄するに至った。1955年、新疆ウイグル自治区が設置された。当時、 台湾に逼迫していた中華民国政府と国交を結んでいた日本は中華人民共和国との国交を結んでおらず、新疆をウイグル自治区との関係も立たれていた。しかし1972年9月29日、田中角栄内閣総理大臣や周恩来国務院総理が日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明に調印、日本と 中華民国の断交を前提とした日中国交正常化が成立した。以後、公的には中華人民共和国を仲介する形で日本と東トルキスタンの関係が持たれている。2008年6月、在日ウイングル人のイリハム・マハムティが会長となり日本ウイングル協会を設立、同年8月14日に東京都により特定非営利活動法人として認証された。 2015年10月18日までは世界ウイグル会議の参加団体として活動を行っていたが世界ウイグル会議の決議により同会議の参加資格を失っている世界ウイグル会議の代表権を失った日本ウイグル協会に代わってトゥール・ムハメットを会長とする日本ウイグル連盟が設立されたありがとうございます